はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。はい、ちょっと初日動画新環境のデッキアップできなかったんですけど、まあ2日目からちょっとねちゃんとアップしていこうかなということで、はい、引き続き毎日投稿をね頑張っていこうかなと思います。さあ一発目こちらですね。まだかなり荒いですけどグリクシス LO からやってみようかなと。まあ、とにかく新カードちょっといろいろ使いたかったんですけど、まあ今回ね、こいつですね。陰謀の解明者。7マナ飛行66。あなたの唱える呪文のマナコストを支払うのではなく証拠収集10を行ってもよいと。まあ、とにかく墓地を肥やして証拠収集で呪文を唱えていきたいなということで。まあ多元宇宙の突破が非常にね相性がいいんで、これ打つとね、墓地に10枚、カードが行くんで、まあ、それを使ってまた呪文を唱えていくと。で、まあ、これで、この貯蔵スカーブを出して、こいつの乱用で多元宇宙の突破を戻してくる。で、また多元宇宙の突破を唱えると。唱えたらまた墓地が超えるんでっていうのを繰り返して、相手のライブラリを吹っ飛ばすと。まあ、ついでに自分のライブラリも吹っ飛ばすと。はい。もうとにかく吹っ飛ばして、相手にターンを返して勝ちというね、まあそういう勝ち筋のデッキです。あと割と除去が多めですね。はい。さあそれではね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。さあどっちはもらいましょう。どっちは大事で。魚勝ち落とすか。まあ、ウセロ使わせたいよ。さあブロックしない。さあ合意しない。金利追放したいんだよ、なんとか。次土地が欲しいな。次土地がすごく欲しい。厄介だな。大勝ち。うん？あ、いけてる。大丈夫。
さあ、なんとか耐えた。さあ、ギックスの残虐3からいきます。さあ、多元宇宙の突破7、11。さあ、多元宇宙の突破戻していきます。さあ、多元宇宙の突破3と7。はい、さあ、これはもう削り切ったでしょう。さあ、多元宇宙の突破さあ、またこれは繰り返していけそうですね。さあ、多元宇宙の突破。さあ、多元宇宙の突破。さあ、全部削り切ったと。さあ、ターン終了。はい、対戦ありがとうございました。こうだけど激重だな。まあでも向こうも結構遅いことが多いんで、なんとかなるやろ。情報使えるのでもありがたい。まあでも何もできんのきついな。今この現時点で何もできない。さあ、大勝ち。多元宇宙の突破してるか。
次元壊し、これはめんどくさい、めんどくさいが、ちょっと待って、次元壊しは、どうするか、ギックスで見に行くべきか。さあ、多元チーム突破。おい、何もないのか。ひどいな、今のは。普通、プレインズウォーカーとか1枚ぐらい落ちそうですけどね。モリモリですね、クリーチャー対策が。いやー、嫌な展開だな、これ。めちゃくちゃきつい。普通に土地引いてほしいな。セレスタスか。さあ、ギックスの残虐。あいつクリーチャー入ってないだろうけど。あ、ジェイスが入ってた。まあ、ジェイス落とすだけマシとしとこう。結構強引に来ましたね。そりゃ持ってくるカードは、どっちですね。さあ、多元宇宙の突破。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚デッキ。まあ、とにかく時間を稼ぎたい。さあ、コウモ。さあ、コーム。さあ、どっか。まあ、一点でも回復しながら、はい、ここをぶち込みたい。さあ、破壊できたっけ？破壊は一応できるんか。さあ、ブロック。さあ、セレスタス。さあ、攻撃しない。
サブロ。さあ、死人に食ってます。さあ、これでややこしいのは追放したぞ。さて、ジョイラン。あ、知る。ま、ここがいらないか。また出てきた。ややこしいな。お、相手はこれを見落としてましたね。さあ、ブロック。さあ、サイクリング。いや、いいですね。ターン知る。反応あり。さあ、とりあえずややこしいのはいなくなった。さあ、ターンもらいます。おー、どうしようかな。こっちで行くか。ギックスの残虐。あ、間違えた。こいつじゃねえよ。まあいいんだけど。さあ、多元地の突破。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。グリクセル王ということで、多元宇宙の突破をね、ひたすら使い回して相手のデッキを吹っ飛ばして相手にターンを返すというね、デッキですね。まあ、大体決着最後まで行くんであれば、お互いのライブラリがもうゼロの状態で、こちらのターンエンドで相手が爆発っていう感じでしたね。まあ、なかなかそこまで待ってくれない感じはしますけど、一回だけ最後までいけたんかな。はい。あんま日の目見てなかった貯蔵スカーブ。まあ、こいつが結構活躍してくれましたね。延々と多元宇宙の突破回せると。で、陰謀団、じゃあ陰謀の
解明者、非常にね、ここら辺と相性が良かったですね。周囲の特目もコスト重いんで、墓地に落ちてくれれば非常に、この証拠収集コストとしてね、優秀ですね。はい。まあ、そんな感じで、LO 好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。